んばんは。ということで今日も元気にやっていきましょう。こんばんは。こんばんは。はい、こんばんは。今日の祝福し口が回らない。今日の私服かわいい。これさ、そう、店でね、どこのやつだっけな、ページボーイだと思うんだけど、見に行って、あ、そう、ページボーイだ。一目惚れして買ってきた。そう、まだ着るの3回目とかだけど可愛いよね。これセットアップなんですよ。あの上と下のズボンと上の黒のそのノースリーブがセットアップ。セットアップ大好き。こんばんは。試験です。こんばんは。ゆうなちゃんと一緒に楽しみた。あ、そう、昨日ゆうなちゃんとお泊まりしてさ、まあちょっとね、2人とも今日用事があったからあれだったんだけど。夜は楽しかったよ。結構早めに寝たけど健康的な時間に寝たな。昨日眠くなっちゃって2人とも。ゲッチさん、ギフトありがとう。花火、そう、なんか今回のイベントね、20万ポイント達成したらなんかアイスが食べられるらしいので、みんなまあ余裕があればね、お願いします。おねだり。こんばんは。さじやほやほー、こんばんは。ニーナ活動自体するの今コメントで知った。知らなかった。なんか17期のメンバーさんって順風満帆だと思ってたから、どうしたんだろうね。全然絡み、橋本恵理子ちゃん以外と絡みがゼロだからさ、全然わかんないし、恵理子ちゃんとも そんなにプライベートでは話す機会があんまり会えないからさ、ないからあんまりよく知らないんだよね、17期のメンバーさんのこと。学業との両立、なるほどね。大学生か。いや、大学生は大変だよね。大学行ってないからわかんないんだけど。でもさ、もう両立絶対できないから、大学行くのやめたから、そりゃ大変だよね。悲しい。こんばんは。悲しいね。こんばんは。かじるバターアイス。あー、それさ、バターがあんま好きじゃないからさ、その食べたことないんだけど、バター好きな人はめっちゃ美味しいって言うよね。こんばんは。ポテサラにチーズ入れたら美味しかったよね。あ、ありがとうございます。動画見てくれたんだね、ありがとう。こんばんは。こんばんは。瞳キラキラ。確かに今日すごい光拾ってるねこんばんは。今日も可愛いね、ありがとうございます。うれぴよ。でも今日カラコン入って、今日ってか最近カラコン毎日入れてるから、お目々まん丸です。
ばんは。大人っぽい。やったね。今日顔むくんでる気がする。痩せたいな。こんばんは。ミニの密着動画見てオレンジパンツ履きたくなったから履いた。あ、最高。あれ可愛いよね、オレンジ。カラコン入れてんのに宇宙人じゃない。いや、宇宙人にならないカラコンをね、探し求め歩いたんですよ。こんばんは。はじめましてよ。はじめましての方こんばんは。4期初日の予定だったのが延期になったんで献血してきた。あ、いいですね。そうか、今日だったよね。カレンちゃんの誕生日が本当は初日だったもんね。カレンちゃんの初日は9月の後半に移動しましたけれども、4期自体は9月の頭にね、ルンちゃんで始まりますからね。何色のカラコン？まあ、見てわかるように黒ですね。でもカラコン取ると、ああ目ちっちゃってなるよ。しけんさんこんばんは。でめっちゃね、瞳の色、あ、なんだっけ、いつのやつだっけ、ティフ？違う、ティフデレじゃないから、ドットイエルフェスか。ドットイエルフェスの時の写真めっちゃカラコンわかる。シャリンこんばんは。こんばんは。なんか暗かったからフラッシュ焚いて写真撮ったんだけど、ドットエルフェスの時、それねめっちゃね、カラコンの形くっきり見えてるよ。そうそうそう。こんばんは。二の腕痩せたくね。筋肉なさすぎ、笑った。やばくない？これさ、力入れてない時で、これ力入れてる時なんだけどさ、あ、でも前よりあるぞ。あー、ないかも。でもなんかこっち側の筋肉はついた。外側、わっすごい、でっかい花火だ。ナンさん、タワーありがとうございます。え？え？さやが二の腕見せてたら、花火が上がってた。ナンさんありがとうございます。こんばんは。うわー、ありがとうございます。嬉しい、本当にありがとうございます。ナンさん、めっちゃお腹鳴ってる。こんばんは。すごい、久しぶりのタワービビっちゃった。久しぶりのタワーにさやかちゃんビビっちゃったな今。アイスイベント達成できましたね。え、優しい、ありがとうございます。ありがとう。今月いっぱいですよね、確か。まあ、まだ長いですから、28、29、30、30、あと4日ありますからね。こんばんは。なぎなたモテる？でもさ、ジョンマイラブの稽古してた時、今よりさらに3キロ少なかった体重。その時になぎなた触れてたから、多分あと3キロ痩せてもなぎなた触れると思う。いやー、ジョンマイラブの稽古の時さ、病的に痩せてたんですよ、ストレスと不安で。そう、なんか1ヶ月まともにご飯食べれなかったから。こんばんは。今よりさらに3キロ痩せてたってやばくない？え、やばいね。じゃあさ、ジョンマイラブの稽古終わってからキスバイエイトまでの間に9キロくらい太ったってこと？太りすぎじゃない？
こんばんは。やってるな。こんばんは。すごいね。えぐすぎ。でも稽古中に何キロ痩せたんだろう。稽古中に多分4、5キロ痩せて、ジョンマイラブの。そう。でも、あ、トメさん花火ありがとうございます。でも稽古中に4、5キロ痩せたけど、不健康な痩せ方したから、稽古終わってから体重が戻って、かつ本番中の、そのやっぱ愛媛ってやることがなくて、なんかご飯いっぱい食べちゃったから、そう本番中のそのやることないストレスで逆にもう3キロぐらい太ったのかな。体重戻ったプラス3キロぐらい太って、だから成人式の時とかめちゃくちゃデブだったよね。そう、こんばんは。稽古はまだ1日も参加していません。高橋さやかちゃんはって感じです。不安です。こんばんは。不安です。頑張ります。ね、こうやって見るとなんか腕細いのキモいかもしれない。な、普段はさ、まだ腕太いなって思うけど、こうやって見せるとキモいね。こんばんは。まことのすけさん、タコありがとう。筋肉がなさすぎるんだな。そう、筋肉がなさすぎる。こうやって見せると別に細くないんだけどな。こうやって見せるとなんか細い気がする。こんばんは。見せ方、物は捉えよう。といった感じでしょうかね。こんばんは。腕立て伏せ何回ぐらい。腕立て伏せさえ普通にゼロです。膝つきだったらちょっとできるけど、膝つけなかったらゼロですね。こんばんは。最近可愛さが限界突破してる。マジ？それマジです。可愛くなりたいんだよね。だから1日10回くらい唱えてる可愛くなりたいなって。今日可愛いですか？嬉しい。こんばんは。ちょい筋肉欲しい。なんか実用的な筋肉が欲しい。その見てムキってなる筋肉は別に、まあ、あったらあったでいいけど、なんか今特別欲しいと思ってないけど、重いものを持ってるとかそういう実用的な筋肉は欲しいかなとは思ってるよ。ひらりんさん、花火ありがとうございます。こんばんは。すごいさ、筋肉つきづらい体質で、そう、筋肉つきづらい体質でね、昔から腕マジで筋肉なすぎて、腕の筋肉がなさすぎるから腕た、逆上がりあなたはできないと思うよって体育の先生に言われてたくらい腕の筋肉なかった。なんかフォームとかやり方は合ってるから、あとは腕の力で体を鉄棒に寄せれたらできるんだけど、ちょっと筋肉がないかもねって言われてたぐらいにはないです。こんばんは。そう、ダンスしてたから足の筋肉はめちゃくちゃついたんだけどね。だからつきにくいとはいえど、全くつかないわけじゃないんだなとは思った。足はね、結構ふくらはぎと太ももが、まあふくらはぎだな基本的に。太ももはあんまりなんで、ふくらはぎムキムキになってしまいましたね。いつもは可愛らしいけど今日は綺麗なお姉さんから。え、なんでだろう。髪下ろしてるからかな。多分今これでハーフツインとかやったらなんか多分可愛い系になる気がする。でも嬉しい、大人っぽいのも。今日顔すっきりしてんのか多分。
だからお姉さん感あるのかもね。むくんでるかと思いきや今日はすっきりしてる説あると思います。こんばんは。エクステはあとわずかです。今日頑張って一回やってみない？だから歌ったテスト一回もできないんだってそう、だから最近膝つきの歌ったテフセと筋トレ、腹筋はやってるけど膝つけないのは無理ですね。降りれない、降りれないし上がれないですね。そう、エクステマジそろそろ限界なんだよな。もう髪の毛が終わってきてる。ぼちぼちですね。短距離と長距離、長距離の方が圧倒的に得意です。長距離は学年で真ん中より上にいたけど、短距離は学年で下から数えて4番目ぐらいでした。そう、こんばんは。足めっちゃ遅いのよ。短距離めっちゃ遅いの。そう、で長距離はなんか体力があるんで、コンサートとかね乗り切れてるのを見てわかると思うんですけど、体力があるんで長距離は得意でしたね。でもなんかマジで運動神経よく見られるんだよね、その初見では。なんか運動できそうに見られるんだけど、ギャップ萎えされる。だからスポーツできると思われてるんだよ。とか卓球だけだね。でも卓球ももうでもスマッシュとか打てなくなってると思う。もうずいぶん経っちゃったからな、終わってから。そう、試験さんこんばんは。回転はもうさすがにかけれないし、スマッシュも多分もう入んないんじゃないかなと思うそう、もう腕は落ちてるね。人間やっぱブランクってでかいな。ブランクはでかい。こんばんは。大きな大会とか出てたの？なんか県大会、なんか市の大会、あ、市の大会あったかな、分かんないけど、なんか市の大会、県大会、県大会の上が中部日本という中部地方の大会があったんですけど、そこまでは出てました。全国は行けなかった。全国行くほど腕はなかったですけどね。そう、全国の1個手前の中部地方の大会みたいなやつは出てました。あとうちにはあれ何の大会のやつなんだろう、多分そんな大きい大会じゃないけど、なんか銀メダル家にあるけど、あ、何の大会だったか全然覚えてない。こんばんは。小学校の時やってたんですよ。今日ガチでやってたよ。毎日のように通ってやってたけど、でも最後のスポーツ経歴はそれだけだね。それ以外ゼロ。勉強はどうだろうな、勉強はどのくらいだろう、まあ、高校では中の上ぐらいだったかな、その通りで。うん、高校入ってからはこっちとの両立で全然なんかあれだったから、勉強に全力注いでなかったからそんなもんだったかな。なんか多分この活動しなかったらちゃんと勉強頑張ってたと思うんだけど、そう、諦
諦めちゃったから中の上ぐらいでしたね。よいしょ。でもあれいつだったっけな、いつだろう、なんかさ小学校の時かな、でもあれ中学小学校わかんない、小学校の時か、小学校の時とかはなんかさ全国統一テストみたいなさ勉強好きだから受けてたんですよ毎年欠かさず。あるじゃないですか全国統一テストみたいな、なんかたまにみんな CM で見ませんか、多分11月とかにやるんですけど、あれ小学校の時毎年欠かさず受けてて、なんかあれだった、何の教科だっけな、何の教科だっ、マジで全然うろ覚えだな、でも何の教科か分かんないけど、その時なんかさ偏差値70何みたいなの出てたよ小学校の時無双しとる。そうでなんか成績が良かった人みたいなやつがその受けた、だいたいまあ塾みたいなとこで受けるんだけど、そういえばその小学校の時塾行ってないから、その成績がいい人がこう上位何名がこうその塾で受けた人の中で成績がいい人がこう張り出されてたんだけど、 そこでなんか10位ぐらいまで名前があって、私だけ塾行ってない人だったっていう逸話があるけど、でもそれはマジ 小5、6とかだからマジでそんなにもう頭良くない、もう多分今偏差値多分50とかだと思う、全然普通平均だと思うけど、そうでマジで小学校の時はなんか小学校まではめっちゃ勉強が好きだったからめっちゃ勉強してたけど、中学からあんまり好きじゃないなってなって、中学もまあ頑張ってたんだけどあんま好きじゃないなって中学で気づいて、高校でやる気を失ったから小学校までだよ、偏差値72とか出たのは小学校で終わりだったわ。中学の時どんぐらいだったんだろう、中学の時覚えてないな、嘘つけ、人を信じられるようになればいいですね。こんばんは。まあでも何も今証拠がないから、別に嘘だと思ったら嘘で思って大丈夫です。こんばんは。でももう勉強頑張れないな今からは。そう今からは頑張れない。なんかさその頭が勉強頑張ってたエピソードがマジでさ中学ぐらいまでしかないからさ、過去の栄光すぎてさ今何も取り得ない勉強に関してそう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 、今取り柄なし人間だ、過去の栄光にすがりついている悲しい人間やで、ほんまつらい現実つらい、うわアプローチの充電ないよって言われた。こんばんは。もし過去に戻れたらもう一度勉強頑張りますか。うん、保育園の時東大に行きたくて、保育園の時から東大行きたいと思ってて、小学校ぐらいまでは結構本気で東大目指してたんだけど、中学ぐらいであ東大ってやべえ全然無理だってなって、うんってなったのを覚えてるんですけど、もう生まれ変わるので今の教訓を持って生まれ変わるとか過去に一回戻るんやったらちょっと本当に勉強頑張って東大行きたいですね。小さい頃からコツコツ勉強する癖を身につけて、
東大行きたいです。でももう今世では無理今世では無理です。来世に行きたいですね。来世は東大です。なんかそう、保育園の時、小学校の時はね、東大かね慶応に行きたかったんだよね。さあ、そう、いつからか諦めたけど、なんかそして保育園の時の夢が東大に行きたいと女優になりたいの2個だったの。どっちかだな、どっちもは無理だからどっちかだなと思ってたけど、まあだからその女優になるって夢はこう未だに持ち続けて生きてますけどね。そう、でもね、さ、保育園のエピソードでね、保育園の高橋彩花ちゃん可愛いエピソードがねちょっとあってね、保育園の卒園式でなんか一人一人将来の夢をこうその体育館みたいなさ、でっかいところでさ、なんかステージの上で発表するみたいなのがあったの。いや、めっちゃ覚えてんのよさ、その時のことを。で、こんばんは。なんかなんだろう、芸能人になりたいって夢は漠然とあったけど、それ恥ずかしいし人の前で言うので、それ以外の夢がマジでなかったの。やりたいことが本当になくて、テレビ出たいなぐらいしか思ってなかったね、保育園の時は。そう、やりたいことなんもないし、でもテレビ出る人っていうのは恥ずかしいから、うん、どうしようってなって、なんかクラスの女の子の半分ぐらいが言ってたケーキ屋さんになりたいをパクって、全然ケーキ屋さんに1ミリもなりたいと思ってないのにケーキ屋さんになりたいですって言ったの覚えてる、卒園式でみんなに紛れるために、そう、みんなに紛れるために1ミリも思ってなかったケーキ屋さんになりたいって言ったことある、言ったね、そう、卒園式で言いました。夢はでっかいけど度胸はなかったっていう保育園の高橋さやかちゃんですね。そう、マジで幼き頃の私可愛いよ。そう、こんばんは。なんかマジで覚えてる、めちゃくちゃ覚えてるから多分強烈に思ってたんだろうね、なんか記憶に残ってるもん。なんか目立つのは好きだけど悪目立ちするのは嫌いだったんですよ。こんばんは。そうだから、なんかうーん、学級長とかでクラスの前に立つのは好きだけど、クラスの発表の時とかにちょっと面白いことを言って笑いを取るみたいな目立ち方はすごく苦手なの。そう、こんばんは。だから一般生活の中ではこういかにみんなに紛れられるかみたいなことを一生考えて20年過ごしてきた街中とかで絶対に目立ちたくないもんさ、もう紛れたい、うん、一般の世界にこうマジでその1ミリも目立ちたくないんだよね、そういう生活の中では。こんばんは。いかに無で過ごすかだね、これが20年研究してきた。そう、こんばんは。さあ、そんなわけでそろそろ今日の配信は終わりにしますかね。ランキング読みます。13位オロロさんありがとうございます。12位マンダリンさんありがとうございます。11位立山研究さんありがとうございます。11位なちゃんありがとうございます。
9位ケンケンさんありがとうございます。8位シンジさんありがとうございます。7位はサッピさんありがとうございます。6位ミンチアさんありがとうございます。5位アツさんありがとうございます。今琴之助さんありがとうございます。3位ヒラリンさんありがとうございます。2位トメさんありがとうございます。そして1位はナンさん、タワーありがとうございました。ありがとう、ありがとう。明日はアットジャム、皆さん横割りでお会いしましょう。今日はその練習をしてから寝たいと思います。ではおやすみ。